ちゃんでーす。かっくりちゃんのかっくんでーす。3人揃ってはいかパピカでーす。パチクリパチクリ。パプリカは山川海からやってきたパプリカでーす。今日は埼玉県吉川市の農学博士の畑に来てます。博士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 。農学博士です。博士、自己紹介お願いします。はい、吉川市、中井の飯島照夫と申します。博士、ここの畑に植わっているお芋は何という種類なんですか？これはベネアズマという品種でございます。はい、じゃあこれからお芋掘りを頑張ろう。頑張ろう、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん頑張って手伝ってください。はい、はい、はい、早速じゃあ掘りましょう。はい、お願いします。どうやって掘りますよ。はい、お願いします。お願いします。お願いします。あるかな、どうだろう。え、すごい、あのな、この下にあるんだ。はい、あ、そうそう、ちょっと、ほらほらほら、あ、ほらほら、なんか見えてきた。ほら、すごい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 、こんなにいっぱい、ほらほら、綺麗な色、いやー、すごい。もう少し掘りましょうね。はい、お願いします。すごい、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 こんなにいっぱいなるんだね。そうだね、すごい。数えてみてくださいよ。はい、そうそうそう、その方が数えにいいから。1、2、3、4、5、6、これ7、ちびちゃん8、9、10、11個、11個、12、13、14個。わ、すごい、すごい、こんなになるんだね。こんなにすごい、いやー、すごい、皆さんいっぱい掘れた。頑張ったね。はい、はい、このようにですね、この辺ではベニアズマはたくさんなります。へー、あとこれから皆さん頑張って、はい、うんと掘ってください。はい、お願いします。はい、あー、ほらほら、こんなにいっぱい、ね、お芋が取れました。私のもほら、こんなにいっぱいついてるの、すごい綺麗な色、ね、よかった ね、 ね、どうもありがとうございました。これだけじゃなくですね、はい、これ全部これから掘っちゃってください。お願いします。はい、そうだ博士、そういえば吉川には
ホムラワセというお米の種類があるんですよね、はい、そうそう、うん、この間たくさんいただいて新米美味しくいただいたもんね。美味しかった、美味しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ホムラワセという品種はですね340年も吉川で作られてて、そのお米ではなくそのホムラワセの藁が良いためね、そしてその頃から認められてですね、相撲田原に、ね、吉川で相撲田原を作ったっていうのは今から340年も前から相撲田原に、ね、こう皆さんから認められて藁がいいために土俵田原という形になって作られてきました。まあ、今は他でも作っておりますけど、今吉川ではやはり作られております。すごい勉強になったね。本当だ ね、ありがとうございました。タラッタラッタラッタパプリカです。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。苦労様でした。私はまこちゃん、まー、あ、ちゃんです。私はいくちゃん、いーちゃんです。かっくりくんのかっちゃんです。みなさんこんにちは。三人揃ってま、いーか、パプリカでーす。パチクリパチクリ。パプリカは山、川、海から飛んできたパプリカでーす。ねえねえ、この間は楽しかったね。そうだね、お芋がたくさん取れたね。ねえ、うん、七福神様も一緒だったからほんと楽しかったよね。そうだね。農学博士、この間はありがとうございました。私たちはおみでろさんが産んでくれた野菜の妖精さんです。今日も学んだことを発表していきます。ねえ、いーちゃん、かっちゃん、今日11月9日は何か特別な日なんだよね。うん。学んだこと教えて。はい。明治5年11月9日は太陽暦採用記念日なんだって。そしてその年の12月の3日から実施されたんだよ。旧暦の明治5年12月3日は新暦の明治6年1月1日になるんだよね。だから今年は明治から150年になるんだよ。そうそう、それともう一つ、おみでろさんに教えてもらったことがあるんだ。私たち草加七福神で動いてるでしょ、うん、草加小学校って明治5年の5月15日の創立なんだって。じゃあ暦が変わる前の創立なんだね。すごい、じゃあすごく歴史の、長い学校だったんだね。そうだね、勉強になるね。そうだよね。タラッタラッタラッタパプリカでーす。今後ともどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。後期2678年、平成30年11月14日草加おかみさん会つなぎます。えい、今日は第48回目を迎えました。今日も足立区千住クロスからの配信です。この番組は生放送で世界配信させていただいております。約50分どうぞよろしくお願いいたします。それでは総合司会の草加おかみさん会、おみでら貴子会長よりご挨拶をいただきたいと思います。おみでら貴子会長、よろしくお願いします。はい、
尾身寺貴子です。今日もよろしくお願いします。続いて株式会社ホビーワールドマリン埼玉代表取締役川原美恵子社長お願いします。はい、皆様こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい、そして私越谷おかみさん会会長伊藤恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマは過去を振り返ってです。尾身寺会長お願いいたします。はい、今日のオープニングを流しているときに川原社長とっても受けてましたけど、はい、あの本当にこのね、あの尾身寺貴子はおかみさん会をこの立ち上げるときに7つのテーマを作ったんですね。7つのテーマを作ったときにまず一番にこの食、忘れかけている四季の旬のこの食べ物を山か海と、うん、のことを学ぼうと思ってこういうふうに作りました。作ったことを今年の、うん、その飯島会長 の、 あの今までの出会い、まだまだその3年ぐらい前の出会いなんですけど、はい、3年ぐらいの前のことなんですけど、この今この時代に新しいことっていうのかな、この土をこうやっていかなければいけない、いぎたいと思っておかみさん会はあの次々とつながっていってます。そしてそれはこの11月の11日に宮城県石巻に行ってきました。この石巻に行って今までこう過去を振り返って、本当に東北の地震の時からあの、うん、おかみさん会は何かあのおかみさん会でやらせてもらえますかって市役所へ行ったんですね。そしたらその縁からあのご縁からあの石巻って女川の、 あの缶詰が流されたあの缶詰をあの求めてそれを販売したり、またすごい寒い時だった、まだまだ寒かったけど あれも、うん、伊藤さんも行きましたよね、あの埼玉のアリーナに、はい、あの物資をこうあのね、するのの手伝いにちょうど草加ではどうやろうと思ってたと、あの避難の方が来る時にどうしようと思ってたっていう時におかみさん会がちょうど行ったので、あの、うん、協力させていただきました。その前に尾身寺貴子はあの3月の24日の日、あの宮城の方からあの仲間の人が尾身寺貴子の話をした時にあのご縁があって迎えに来てもらって、本当にその土地に行きました。24日、3月の24日、それはもう語れないぐらい悲痛な気持ちで今もおります。本当にどうしていいのかわからない。でも尾身寺貴子はおかみさん会はおかみだから奥にいるんでなくて表に出て動きたいっていうのが前々からありましたから、七福神でそれを世の中を変えたい、変えられる、変えようよっていうのが創価からだったんですね。で本当にさっきも話をしましたね、あの川原社長は、うん、石巻の出身ですよね。まあそう近くですけど、近くですけど、はいはい、石巻っていうかあの宮城の出身ですよね。宮城の出身ですよね。であの尾身寺貴子はやることなすことっていうのが何かみんなつながっていたんです。あの最初あの港で出会ったんですよね。
最初その時にあーってなんかつながるようなって言ったら桃生の人だっていうのであそこで出会いましたよね。あのボート乗った時ですよ ね、はいはい、乗った時に出会いましたよね。でそれがどんどんこうやっていくとそれは多賀城だとかいろんなところにつながっていく、うん、もう今回、うん、なんか何か歴史があると思って御三寺貴子はあの杖をつきながら、うん、あの本当あの社長が行けるって言って本当段取りしてくれたんだけど行かれなかった。でも本当に行かしてもらって本当あの、うん、段取りがなかったらこれからのことはあの語ることはできなかったと思うんですよ。11って書いたら戸一って読むんですね。そして去年のことなんか忘れてた、うん、そしたらその田代島にいる方があの去年はねってあの原田君が前の日に行けってお店屋さんに言われたから前の日に行ったんですって田代島に渡ったと、はいはい、そしたら11日に行った人は行くって言った人は船が欠航になって行かれなかったんですって、はいはい、そうですよね、はい、そうなんだってね。そうそう全然そんなの忘れてた。今年はお三寺さんが来てくれるって言ってるからって言ったらその前日まですごい何日も4日ぐらい大荒れだったんですって。それが10日の日からいいお天気になって本当にそれで10日の日に行ってあの世界にひまわりをっていう皿をひょっと見た時からあの詩を書いて歌にしましたよね、うん、はい、あのね、そしたらその皿のところがこれはこれは今日またあの、うん、河原社長に聞いてびっくりね。そこになんか思いがあるんだ、もうこんな歌ではダメだ、こんな心のない歌はダメだって言っていたらその佐藤札幌先生がそのドリミハソラシドを忘れなさいと、うん、そうですよね、西洋のことは忘れなさいと、そして心で歌いなさいって言われたんですよ。でそういうふうに言われているのがやっぱり音楽を勉強してる人は音楽のことでも御三寺貴子は心で、だから作詞っていうのが分かったのがごんべんにあのペラって書く詩ね、これなんですよ。今の作詞は司っていう字書くの違うって、うん、伊藤さんともいろいろまたありましたよね。そこで、はい、大きいところはだって何ふざけてんじゃないの、ふざけてんでないって、うん、ね、そうじゃないって、私は作詞の詞がこれだって言って、うん、あのちょっとこういろいろあったんですけど、それがだんだん分かってきて本当にその地べたに本当に懺悔の気持ちになりました。10日の11月の10日の日、その、うん、土地に行って菅原家の土地に行ってはーって本当に御三寺さんこの階段登れる、もう登れるっていうか登らせてくださいっていう誰かが押してくれるような、押して引っ張ってくれるような歴史のところだと思って登っていったんですよ。あの赤坂神社、はい、行ったことあります？はい、一度だけ、ね、あの赤坂神社のすごさをあのお参りさせていただきました。そしてあのたまたま仲間があの孫さんの七五三をあの奈々ちゃんっていう子が七五三でそのお菓子を持ってきてくれたんですね、9日の日で食べようとしたら食べられなかった。それをその、うん、赤坂神社持って行ったんです、うん、そしたらいろんな話を聞いたらあそこは金華山のつながり、はい、女の神様を祀ってるとこだって言われて、これまたびっくり。奈々ちゃんは3歳のお祝いでそこのところ、そしたらあの
日本橋からのお菓子だったんですよ。小水さんは栗が好き、あんこが好きって、小豆が好きって、どっちも好きだけどね、どっちにも魅力があるんだって言ったら、栗とモナカ、栗のモナカと あんこのモナカだって言うから、はい、ありがとうって言って、で日本橋からのお菓子を持って行ったら、あのね、みんなびっくりして、お水屋さん始まりは日本橋からだよね、そうだよって、始まりだよって言って、あれ話をしてきたら、その土台はね、伊藤さん、はい、その土台っていうか土地は津波、さっきもちょっと話した地震、火事、3つねあったの時に、あの死体がそこ上がってきてんですよね、上がってきてんの、何やってんのよって本当に、あの、うん、このことを忘れて、このことっていうあれだったんだ、行く前に西郷隆盛先生の本が東北にっていうのがこのこれにあったんですね、ここにあった、それをあった時に小見寺貴子はえって思いました、本当に思いました。10月の31日の出来事、そして11月の1日、それで11月の11日の11時11分、七転び八起きと、7と8、1が7、うん、そして、うん、11月11日の11時11分っていうのは1が8つ、あ、これは七転び八起きで絶対これを立ち上げるためだなと思って、痛み止めを飲みながら行った。そうすると7波56で、うん、あ、薬師様だなって、薬師様を祀ってますよね、はい、そこにね、はい、祠に、はい、祠にね、はぁと思ったら痛み止め忘れていったんですよ本当にあそこは痛み止め持っていくとこでないのかなって思うぐらい痛み止めを忘れていて、本当に一つを勉強させてもらいました。今ね、あの先ほどこうなんだってねって言ったら、400年前、400年前にも上岸地震ってあったんですね。え、上岸地震、上岸、上岸地震、上岸っていうのは、え、ちょっと分かんないです、上1611年ですね。あ、そう、はい、その地震の時もいっぱい死んでるんですよね、8000人、はい、ね、そういう歴史があるじゃないですか、はい、だから小見寺貴子は語っていきたいんですよ、役目なんですよね。そしたらそこから船も出てるじゃないですか、はい、ね、ヨーロッパにですね、はい、ね、はい、いやさっき言ってたでしょ、はい、なんだ、9月の21日にこうなるんだって、はいはい、お水田さんの、いよいよお水田さんが語る時代だねって LINE が来たんですよ、はい、なんだと思ったら、ローマ法王が9月21日かな、なんだなんか分かんないけど、そので私は何しに行ったったら、世界平和を祈りに行ったんですよ、ですよね、はい、世界平和を祈ろうと、宗教も何も全部もう乗り越えて一筋にやりたいと思って、うん、小見寺貴子はここのこの場所だったんですよ、本当にここが足立区のこのここの番組のところからの出発なんですよ、本当に出発なんです。でもここまで分かってくれる人はなかなかいない。でも今朝それを話したら分かって、本当にあんたねって、よくあんたここ来ないでよかったねって、ね、よかったねって、あんたね、こんな風にしてたらあんた足引っ張られるとこだったよ、来ないでよかったねって、今度は大丈夫だから頑張ろうねって言ったら、本当に顔色も変わって
一緒の仲間は変わったって言ってたでしょ、はい、仙台の社長ですね、ね、はいはい、言ってたでしょ、はい、ね、本当にあるんですよ、思ってたでしょ、はい、ダメだダメだって、あんなしてたらほとんど病気かなと思ってました、そう、もう本当にあれは本当に悪いけど、うつ病って言ってもいいかなって思ってる。だからその霊的土、そのことをもうその菅原さんっていう人に、私はかわいそうだかわいそうだって言ってましたよね、はいはい、あんた方なんて本当わけわかんないんだよって、かわいそうだって、あんた今まで苦労したねって、お御台さんに来てもらいたいと、行くよって言ったんですもんね、はいはい、だからあの皿が、はい、ね、はい、歌がどう思います？そうですね、本当に、うん、先ほども話があったように、私もその音楽のことで、佐藤先生もその西洋の音楽ってそういうことじゃないんだって、そしてお御寺さんからももう随分前からもそれを教えていただいていました。でもあの歌を歌わせてもらった時を振り返っても、今もやっぱりそれは心で歌えてなかったなって思います。本当にね、はい、本当にね、歌っていうのはね、はい、音っていうのとね、はい、歌の字の違いもあるんですよ、うん、だからあの声に、うん、御神田孝子はあの奇人変人かもしれない、ね、あのね、本当に声、あの合った声があるのよ、その、うん、ね、その役者だから声優なんているんだと思うよ、ね、どんなに頑張って伊藤さんがねこの歌を歌う、うん、もう伊藤さんの歌聴きたくないって、でもこの歌は違うって、あのパープリカすごいでしょ、うん、伊藤さんが一番目立ってんのね、一番ね、今度歌ができるんですよあれ、そうなんですか、すごいです、歌がね、あれがやりたくてやりたくて何年前からだよね、何年も前です、もう本当あのピーマンじゃないって、まあ、話のきっかけは、もうあんたピーマンじゃない、ピーマンで種があるからパプリカだって言われても何年ですよ、ね、何年だね、それがこういう形になってご縁いただいたっていうのに驚いています、はい、これがね、はい、うちね、このね、このパプリカのあれがね、いろんな映像に出てくるとね、ものすごいね、あの赤と緑と黄色なんでね、あれ人間、この人のね、はい、あれが5色のあれがあるでしょ、はい、白と黒とね、この信号だって赤と緑黄色でしょ、このこういうことの野菜を本当毎日こういうことをいただかせてもらうこと、そしてこの色を見せていただくことで、人間の心情、心のこのあれがあの変わってくると思うんですよ、うん、本当に変わってくると思うと、だいたい400年頃前っていうと徳川の時代でしょ、はいはい、そうですね、だから辻さんに、辻さん徳川のとのつながりで、いやうちは違うんですよねって、あの誰かに何て言ったかな、韓国の なんとかの先祖だって言われたっていうの、へえって、お宅は辻さんは旧姓は佐久間ですよ、佐久間なんだって、そうなんね、佐久間なんだって、でもそれはお父さんの方でしょ、お母さんの方の血筋は、だからなんか誰かに、なんかロシアでないな、なんか韓国のなんかのその血筋だって言われたって言うけど、いやあの徳川をあの勉強してみなって言ったの、例えばほらあの土地がそうでしょ、ね、だから今の時代なんですよ、ね、今の時代だから、だから本当にこういうことをもっとね、はい、田代島の昨日はどうだったんですか、船に乗ってなんかクーラーボックスを持っていきますって書こうと思ったんだけど、あ、魚は釣らないの、昨日は、うん、釣らないっていうか、あそこにあのとにかくあの第二次世界大戦の時にあの東京湾にあの敵艦が侵入されないように
木更津から要塞を3つ25キロごとに3つ作ったんですって。だから、はい、なかなかね、私たちも環太平洋を歌ってながら、なかなかそのこう運勢っていうのが東京に入ってこないなと思ったら、なんかあそれかって思ったんですよ。だから3回夢の島マリーナから3回太平洋に向かって出なくちゃいけないなってすごい思いまして、はいはい、1回が、11月4日に1回目行かせていただいて、ね、で昨日が2回目、ね、で2回昨日はうちのこの株式会社ホビワズマリン埼玉の創立記念の日だったんですよ。5周年、ね、これから6周年に向かっていくんですけど、で2回目行かせていただいて、じゃあ21日にもう1回行けばいいじゃないですか。21日ですか、あ分かりました、ね、21、はい、21日に昨日は、ね、すごかったですよ。あそこでこうやればいいでしょ。はい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 、ね、21日にやればいいじゃないですか。はいはい、だからそこをしないとなかなか遠く、うん、開かないと思いました。はい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 、はいはい、ではそれでは、ここでコマーシャルです。毎日電車に乗って家と職場を行き来して。今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。それでは後半も語っていきたいと思います。小見寺会長お願いいたします。はい、伊藤さん、はい、その2年前からやってるのの、はい、このあれがありますよね。ありましたよね。この11月の11、こういうことも、これがね、海軍と陸軍のこの、はいはい、こういうこともやってました。そして自然、これが環太平洋のことに、はい、なんだ、自然、そう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 、ね、先生、それがね、そう、それがこういうことに、こうやってハワイにこうほら真珠湾のところでお参りしてるんですよ。ね、お参りしてるの。これが海洋とつながったことなんですよ。艦隊、艦っていうか、その、はい、ね、回すって輪のあれでしょ。はい、それがこの今度これを買ったのが、あのなんていうの、骨董屋さん、新潟の骨董屋さん行って。行った時に海軍と陸軍のこの旗のあったんですね。あったんですよ。ね、だからこういうことがね、をやってきて、何も何かを調べてやったんでなくて、やってきたこと、そのやれたこと、こんなのこうやってやろうよ、こうしようよってね、行ったら欲しくなって買ったり、行ったらこうなってあれしたりね。でもその中にはいっぱいこうやって分かっててもね、伊藤さんもご主人のお母さんと出会って、そのことは絶対忘れられないものがあるんですよ。でもそれを理解できない人たちがいる。伊藤さんたちはその伊藤さんたちのおかげで、今のうち建てる時もおかげで、あそこを、子供たちが住ませてもらった伊藤さんたちの夫婦のおかげっていうのもある。でもなかなか理解してもらえない、いっぱい理解してもらえない人たちがいるんです。でね、質素になって文句言ってくるのよ、ね、文句言ってきてたの。でもこれがあったから今があるのよ、ね、今までがあるの。これがなかったら思わない？思います。はい、そうですね。でそういうふうにもう本当に目先のことで、おみでらさんがおっしゃってることに、もう自分が足りないのでっていうことが何度も何度もして、これでもかこれでもかって本当にもんどころってお話しされるんですけど、そういうことがあって、今はもうちょっと、はい、そこの部分がすごくそうだったというふうにまた思うようになりました。
あのね、この動きがね5月から動いてんのよ。あで苦しんで苦しんで苦しんで、もうだんだん大変な人たちが出てくるのよ、出てきてるのよ。でも、はい、それを理解してもらえないから、はい、理解してもらえる人たちで動かせられる、うん、ね、その絵の名刺交換しましょうって言うから「はい」って言って名刺交換した、うん、そしたら「あの私はあの画家なんですよ」って言うから「ああそうなんです、もう私の画家はとんでもない画家なんですよ」って。でもあの図鑑のところに出てるんですよ、はい、ですね、平山郁夫さんたちと出てる、ね、はい、いちごいくらで売れるような出てる、そういう、なんでだろう。ほんで今度作詞家、作詞作曲、今度またいろいろやるんですよ、ね、それで絶対この石巻と出会ったことの感謝の意味でこうやっていきたい、やらなくてはいけない、いや死ぬのかな、本当に突然10月になってから血圧が179万って90な、ね、高いですね。で私低いんですよ、110いくつなの上が。それが「おみでさん何したんですか」って、あんまり腹立って来る時に「カッカ腹立ったからです」って言って、今手帳をもらってこうやってる。なんかこのままぐーっと苦しくなったり、ここが痛くなって、いやこれ死ぬために道を作ってんのかって、いや違う、130までの生きる道があるんだって思ってやってるんだけど、本当に今日本当にこれを見たら新潟の柴田が、だからあのなんだ、うんと、あの西郷隆盛さんは新潟行ってんですよね、はい、新潟から出てんの。 それで庄内、もう庄内から柿は1軒2軒3軒って来るの、庄内柿を。あれはもうね、じゃあ今日は仙台から「おみでらさんね、さつま揚げ送るよ」って、「何さつまいも？」って、「さつま揚げだよ」って、「あそうありがとう」って、仙台からそうやってと嬉しいなって本当に思っていて、だからカール社長とも出会ったこと、あの四十九日を過ぎて、主人の四十九日を過ぎてあそこ行った時に本当におみでら貴子は泣きました。ボートショーですね、ボートショーで泣きました。ここだここだ、ここからだって、それがあのハワイのところに、はい、あの描いた時なんですよね。だからそれがぐる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 回ってね、このここに書いてあった、その武士が刀を捨てた、捨ててから桑と鎌だかが持ったの、農業に入ったんですね、はい、そんなの今朝読んでびっくりしたの、それで解雇なの、はいはい、だからね、はい、あの宮城の方にね、そしたらそこの宮城の、 あの田代島で解雇を買った、うん、買って育てたって織物をして、もうあの年を取った方が作ったんだって言ってもらったじゃないですか、あ私あの素敵ね、でね、もらった、はい、でそれをもう着物にしてあるんですよ、はい、どこにいつ着るのかなって思ってるけど、なんかそれを堂々と着る時があるのかなってね。おみでら貴子は本当にあの、うん、馬鹿正直をしてるわけでなくて、与えられたことを動いてるんですよ。与えられたことをルンビにね、そのなんだ、うん、ルンビニのことも話があって、本当に世界に出る人たちを先日7日の日にどうしても会ってもらいたいって言ったら、あんたがそういうふうに言うなら行くよって2時間も行きましたよね、はい、あそこに理事長のとこ ね、 ですね、はい、あそこに会いました。
そしたらおみだ屋さんがって言ってくれる。でも七福神の人だとか参考料者の人は本当にこんな風に言ってても、うん、あのやってもらえなかった。でもこれがあったから私はね修行に入ったんですよ。行から修行に入ったんです。言ってるよね、はい、で、あ、もうすごい、うん、いじめられてっていうか行だから行ね、行から修行だから泣くことあるよ泣くことあるよって、しかし必ず修行には結果が出るよっていうのがあったんですよ。だから、うん、11月の11日の10時前に佐藤会長から電話あった時、はい、すっごい嬉しかったです。それはね、うん、あの人間縦横のこの縦横ね、この縦が今ここで思いました。縦の線は今度御御寺高子じゃないんですよ。思考って書くんだって。思考、子供の子に高ね、ペンネームっていうかね、御御寺高子だけど絵描いたり音楽する、思考って書くね、高子のあの高度を書いて高とか、そうすると子はネズミなんですよ。ネズミ、それであそこ行った時ね、誰かわからない誰かわからないって騒いでたのね。羅針盤って言って、七五三縦横すると十五っていうのがこうこと今こうやって並んでるみたいだ。 だからその正午っていうのはまっすぐでしょ、正午と11時11分っていうのはね、正午の前、正午の後、これが今の時代だって思ったんですよ、ね、それにはなんか七五三のいかがある、なんかがあるけど、ね、今羅針盤だとか気学やってる人、あの辻さんだのあの人たち聞いても分かんない分かんないっていうの絶対あるんだと思って、今日また資料をひっくり返し、こうして伊勢一宮の新聞を見たら七五三って書いてね、うん、それが11月の6日からかな、はい、から12月の7日までだった、はい、ね、7日まで、かー、もうこれだって本当に思いました、うん、思った。御御寺高子は与えられた行を全うできたかなって。それでそれがそのまっすぐのここが馬じゃないですか、はい、そうするとそうだろ、正午、そうです ね、トークっていう字がそうだろうって、うん、今日言ったのね、角という字に刀にね、だろ、はいはい、あの馬、はいはい、ね、だよね、牛じゃないよね、点で、はい、ないんだもんね、はい、トークだろ、そうです、トークという角に角ね、はい、刀に馬だ、はい、ね、ね、だけどこう出ると、でもここに点をつけるんですよ、はい、牛なの、牛、ね、はい、そうすると馬と牛なんでお盆に引っ張る、供養する、仏様に馬と牛あげるじゃん、はい、ね、はい、こんなの全部つながってんだろ、そうですね、そうだろ、そうか、ね、はい、実家の葬儀屋さん、そうです ね、それこそ私は分からなかったの、うん、本当にね、わからない。なんで今の葬儀屋さんはここだったら、ほらお姉さんが転換って言うんだよって教えてもらったの。はいはい、ね、三角、お化けみたいな、ね、三角。あれが今気持ち悪いって言って傘のとこにしまっちゃうの。あんな仏になれないよね。うん、で、私は母の時も弟の時もちゃんと。それを前に出した。でこれなんて言うんだろう、なんだろうと思ったら、それは天冠って言うんだよってね、はい、天の冠、はい、なんだって、そうですか、ね、うん、忘れてた、はい、あ話ですか、あそれは今覚えています、それは、はい、私は本当にいろんな人に聞いても分かんないの、はい、だから今もう死ぬ準備じゃないけど、私はしたらね、そういうね、なんていうの、
正しい葬儀をしてもらおうと。正しい葬儀を手に入れるようにね、三角、丸三角四角じゃん、ね、ね、だからいや本当にこのことが御神寺高子は本当に北千住ってね、足立っていう足口ね、樽を知る、はい、お釈迦様の教えは樽を知ることね。だったら本当に何が何だか分かんない、何だか分からないけど、伊藤さんどうですか今日の番組こう、はい、うん、もうあのさっきお話もありましたけど、結局その、まあ、世界平和のこのことを、うん、もうつまり御神寺さんが動かれていて、さっきほどこの9月21日ってなると何だろうって、世界11月11日をこうあのなあの 調べるっていうかしていたらば、うん、実は9月21日が国際平和で、うんうん、それは国際平和で、その時に先ほどそのローマ法を持って、うん、それに御神寺さんが死に、あの死になってっていうお話がある、うん、で笑いヨガとかも世界平和のため、だから本当にあのずっとこれはあの耳にもさせていただいていて学んでたことですけど、御神寺さん参考両者で本当に世界に出て、それが世界平和のためにっていう動きっていうのが、まあ、やっぱりこういうことなのかなって。 そうなのよ。それが私も今日もこれを見させていただいて感じて、ね、戦争のことだのね、はい、そういうことお金儲けに使ってんのよ、はい、供養な、そうでしょ、はい、ね、はい、明日はどこで名刺交換したか分かんない、はい、お御神寺さんと会えるってメール来たの。だから、はい、私は足が痛くていがれないから、誰かを探して車に乗せて行ってくれる人を探しますって言って、さあ香織ちゃんが行ってくれるって言うから、はいはい、ね、香織ちゃんも風邪ひいてね、風邪ひいて、うん、風邪移ったんでね、ひいているけど、うん、今日治ってくれると思うから、はい、明日その行ってきます、あのくあそこの、はい、なんだっけ、あの京都の、うん、と本能寺編で、うん、あのほらだあの信長がというのを一人芝居あるの、はい、でそれをあの一人芝居やるので、お御神寺さんに見てもらいたいって、うん、なんでそんなずっとこうあれな、明日行きます、うん、で23日は今度、ね、はい、お御神寺さんに会いたい、お御神寺さんにやっと会える、東京で、はいはい、それはね、うん、あれだよね、平野派、はい、ね、それの芝居、うん、ちゃんと靖国神社行ってお参りしての流れをやってますよ。私は本当のそういう人たちと会える、うん、はい、御神寺さんと会いたいって、やっと会えますねってね、御神寺さんこういう場所でって言って、明日は本当に楽しみに行けるような、今日こうやってみんなこうやってね、つながってこうやって語って世界に発信して、この足立区から発信して、そして明日も会える、会える人に会える、語れる人に語れる、23日もそうですよね、行きますよね、そういうことをやっていけるような今日は番組を語りました、うん、本当にそうですね、はい、まだお皆さんと1分ぐらいあるので大丈夫ですけど、うんうん、本当にそれを思います。本当今までいろいろとあっても、自分の中でもうなんて言うんですか、そこまでの自分の心もなかった、器を磨くって、自分を磨いて器を大きくすることを、あの御神寺様はやっぱりそうやって自分を磨きだってお話しされている、そこの 磨いていくっていうことを、やっぱり私も今までも足りないけど、もっともっとちょっと私はそういうことにもなって学んでいきたいっていう気持ちがあります。よろしくお願いします。だから本当にそういうことをね、はい、語って大事に番組を大事にしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次回は来、12月12日水曜日です。次回もどうぞまたご覧になってください。では次回までさようなら、ありがとう。